こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がネットで購入したものを紹介するぜ。今回もたまりにたまったネット購入品紹介ね。ああそうだぜ。今回は何なの？今回紹介するのは、こちらの S 端子のビデオケーブルだぜ。これは三和サプライというメーカーの商品みたいだぜ。これ何に使うのよ？これは S 端子付きのビデオカメラやビデオデッキなどをテレビに繋いだりするためのものだぜ。いやだからうつ主はこれ何を繋ぐために買ったのよ。それはもちろん、サンディオを S 端子接続するためだぜ。これサンディオに使えるの？ああ使えるはずだぜ。サンディオはセガサターンとは違って、専用の接続端子じゃなくて汎用の接続端子だからな。そういえばちょっと前にセガサターンの S 端子ケーブルも買ってたわね。ああ、セガサターンで S 端子を使ってみて、結構綺麗に映ったから。サンディオもせっかくなら少しでも綺麗な画質でプレイしたいと思ってな。まあ確かにそうね。というわけで今回は、この汎用 S 端子ビデオケーブルがサンディオで使えるのかを動作確認していくぜ。ちゃんと使えるといいわね。まあ大丈夫だと思うけどな。ちなみに今回ソフトは、スパニ X で動作確認をしていくぜ。では早速行ってみるぜ。うん、とりあえずは映ってるな。よかったわね。お、オープニングが始まったわね。心なしかはっきり映ってるかな。そうね、コンポジットより結構はっきり映ってそうね。うん、タイトル画面も文字がくっきり映ってる気がするな。そうね。まあこれだけ見てても違いがわかりにくいので、今回もコンポジットと S 端子の映像を並べて比較してみるぜ。並べるとこんな感じだぜ。並べてもパッと見でわかりづらいわね。そうだな。うん、タイトル画面だと少しは違いがわかるかな。でもやっぱりわかりづらいわね。じゃあ今度はプレイ画面で見てみるぜ。なんとなく S 端子の方が綺麗な気がするけど、やっぱりちょっとわかりづらいわね。そうだな。なのでわかりやすい部分を拡大してみたぜ。こっちがコンポジットで、こっちが S 端子だぜ。拡大した部分を並べるとこんな感じだぜ。おお、これならちゃんと違いがわかるわね。そうだな。サターンの時と同様に、コンポジットで透明色に見えてた部分は、S 端子の方ではメッシュ状になっているな。それに S 端子の方が、キャラのアイコンの顔がはっきり見えるわね。そうだな。ってことで今回購入した汎用の S 端子ケーブルのサンディオでの動作確認と、コンポジット出力との比較は以上だぜ。やっぱり S 端子の方が見やすくなるわね。そうだな。けどセガサターンの時よりは違いがわかりにくかったかもな。確かに。スマホとかの小さい画面で見たらあまり違いがわからなそうね。そうだな。PC で見れる環境がある方はできたら PC で見てくれだぜ。ちなみにこのケーブルはおいくらだったの？ああこれは、Amazon で送料込み350円だったぜ。おお、セガサターンの時より安いわね。まあ汎用のものだからな。サンディオが専用の端子だったら、こんなに安く S 端子接続できなかったろうな。確かにそうかもね。ちなみにこの動画編集している時に、うつ主がこの商品の価格チェックしたら、500円プラス送料500円が最安値だったぜ。うわ、だいぶ値上がりしてるじゃない？そうだな。安い時に買っておけてよかったぜ。まあたまたま価格チェックした時に、安いのが売り切れてただけかもしれないけどな。
まあとにかくサンディーゴ用に安くエスタン氏が買えてよかったわね。そうだな。というわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.